ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この間、戦国時代がテーマのドラマを見たんだけど、身なりとか雰囲気は品が良い感じなのに、結構バチバチした人間関係が多いのよね。戦国武将たちは自尊心とかプライドの塊のような人物が多いからな。自我も強く自己主張も強い分、お互いの意見が交わらなければぶつかり合うし、時には喧嘩に発展するのも珍しいことじゃなかったそうだぜ。血の気が多い人が多いイメージがあるわよね。そういう印象になるのも仕方ないかもしれないな。有名な人ほどそういう人が多そうだわ。そうだな。有名がゆえに時には不仲なことが歴史を変えるほどの大事件になることだってあったぜ。それはもうただの喧嘩とは言えないわね。どんな人たちがそんな喧嘩をしていたのかしら？それじゃあ今日は相性最悪な犬猿の仲と言われる戦国武将ランキングを紹介するぜ。楽しみだわ。それでは今日もゆっくりしていってね。それじゃあ早速第10位から紹介するぜ。第10位に入った犬猿の仲だった人物は、伊達政宗と直江兼続だ。いきなり有名人が来たわね。伊達家と上杉家の両家は豊臣家から徳川家にかけてライバルのような関係にあったと言われている。1590年の天正18年、伊達政宗は豊臣の依頼を受けて小田原征伐に参加することになっていたが、伊達政宗はその場に遅れて参陣したんだ。なんで遅れてしまったの？諸説あるが、意図的なものだったようだぜ。いろいろ思うところがあったのかもしれないな。そうだったのね。でも意図的ならなおさら、遅れちゃって大丈夫だったの？もちろんお咎めなしというわけにはいかなかったぜ。伊達政宗はせっかく手に入れた会津を没収され、それに加えて翌年には政宗の生まれ故郷の米沢まで没収されてしまったんだ。そんな目に遭っていたのね。そして、津と米沢にが儲けの後から入ってきたのが上杉家だぜ。ここで上杉家が出てくるわけね。直江兼続は火災を務めていたから、秀吉からは特に気に入られていて、30万石の大名格にまで米沢で昇格したんだぜ。だが、この事態に伊達政宗は気分が良くはなかった。陪臣ごときが米沢を擁するとは、とただの過労でしかない兼続が大名を気取っている姿は、受け入れがたいものがあったんだろうな。確かに心中穏やかではないわよね。心中で収まっていればよかったが、これが態度にも出てしまったんだ。何かあったのかしら？政宗は大名たちが揃った席で、慶長大盤という当時珍しいものを懐から取り出して見せびらかしたんだ。その大盤が大名たちの手に順々に渡り、ついに兼続まで順番が来ると、兼続は自分の扇で受け取り、裏表をひっくり返しながら大盤を眺めたそうだ。珍しいものだったならそうなるわよね。そこで政宗は得意げに兼続に向かってこう言った。ほれ、滅多に見れぬものであろう。手に取ってよく見るように、と。なんだか嫌味なやつね。兼続は当然みるみる不機嫌そうな表情になり、それがしの右手は、謙信公以来の采配を預かるものである。このような不浄なものに、触れるわけには参りませぬな。と言い返すと扇に乗せていた大盤を政宗にそのまま投げ返したそうだ。兼続もかなり気が強いのね。それって、政宗の手が汚れているから、そんなもの触れないわってことよね。そういうことだな。政宗はこの反撃に言い返すこともできなかったらしい。みんなの前でそんなことされたらメンツも保てないわね。このことがきっかけとなって、二人の不仲は明白になったんだぜ。そして1600年、慶長5年になると徳川家康が上杉攻めを始めることになった。政宗はこれを聞いて、上杉にも兼続にも良い思い入れがないので当然家康に加担した。そうなるわよね。しかもこの時はかつての丘陵道を与えてもらえるという約束までついていたので、政宗はやる気に満ちていた。だが、上杉の抵抗は想定以上に激しく、思うようにはことを運ぶことができなかった。さらには南部領にまで欲を出して勝手に手を出したことが発覚したんだ。そのため、故郷の米沢はもちろん戻ってこなかったし、こんな結果だったわけだから恩賞も何もなかったぜ。政宗、なんだかうまくいかないわね。後に江戸幕府を家康が開いたことで、世の中には平和な時代が訪れた。それでも二人の関係の悪さは変わらなかったんだぜ。相変わらずバチバチだったのね。そうだな。一つ有名なエピソードがあるぜ。ある日、江戸城の廊下で兼続と政宗がすれ違う瞬間があったが、その時に兼続が目礼もなく、政宗の横を通り過ぎようとしたのを見て、激しく怒ったそうだ。兼続を呼び止め、その方、陪臣のくせに挨拶もなく通り過ぎるとは無礼であろうと質問した。嫌な感じね。兼続は政宗の方をゆっくりと振り返ると、おお、確かによく見ると、紛れもなく政宗様でございますな。いやあ、戦場でお目にかかっておりましたが、いつも見るのは逃げる後ろ姿ばかり。正面から拝見するのは初めてなもので、一向に気がつきませんでした。と言い返したそうだ。驚くほど皮肉たっぷりだわ。兼続の方が政宗よりも一枚上手のようね。そうだったのかもしれないな。
それじゃあ続いて第9位を紹介するぜ。犬猿の中の武将第9位は加藤義明と藤堂高虎だ。どちらもあまり聞いたことがないわ。二人とも豊臣家に仕えていた武将なんだぜ。豊臣家に仕える中で頭角を現していったんだ。そうだったのね。もともと二人は不仲というわけではなかったが、あることがきっかけになって関係が悪化した。何があったのかしら。1594年、文禄3年に義明が朝鮮出兵で功績を出し、伊予の正木でなんと6万石が与えられたんだ。ボーナスをもらったわけね。だが、これが高虎の持つ領地と隣接していたために予想外の争いに発展してしまった。大きな争いにはならなかったので、不問とされたが、これをきっかけにして二人の関係は悪化したそうだ。人間関係って些細なことで悪化するわよね。そうだな。ちなみに、実は二人はどちらも水軍の将だったんだ。朝鮮出兵の時に、敵の船団が巨彩島に現れたとの報告を受けたので、その対応について会議が開かれた。敵の船団には大船で攻撃しようと、大将を気取る高虎はその場で主張した。ところが、この提案に反発したのが義明だ。さらに仲違いしそうな雰囲気ね。ちなみに義明の意見は何だったの？義明は高虎の意見に待ったをかけ、おとりの船を出すことを提案したぜ。その船に引っかかったところを攻撃するという作戦だったようだ。なるほどね。二人とも引かなそうよね。その通りだぜ。お互いに提案を譲歩するつもりはなく、激論に発展したが、周囲が抑えてくれたこともあり、高虎の案で作戦を決行することに決まった。義明は不服だったでしょうね。もちろん納得できるはずもなく、義明は作戦を無視して勝手に出撃したぜ。会議をした意味がないわね。それで出撃した結果はどうなったの？無事に敵の船を捕らえることに成功したんだ。そのおかげで本来なら軍律違反で問題になるところを不問にしてもらうことができたそうだぜ。まあ、大手柄だものね。だが高虎は不満が募り、どうしても一言物申してやりたかったようで、加藤殿は戦果を挙げられたようだが、それでもわしの軍港には遠く及ぶまい、と、わざわざ言ったそうだ。言わずにはいられなかったのね。義明はそういえば藤堂殿が捕らえられたのは小舟ばかりだったそうではないか。大舟をぶんどったわしには到底及ばぬだろう、と言い返したそうだ。皮肉がたっぷり込められているわね。こんなこと言われたら余計に高虎が怒りそうね。もちろんこの言葉は高虎の逆鱗に触れたぜ。何を、と口走ると、そのまま抜刀し、すぐにでも切りかかりそうなほどの勢いで、義明に詰め寄ったそうだ。なんとなく場面の想像がつくわね。この高虎の態度を見て義明は、淡々と、いちいち怒るのは子供のすること。さ、刀を収めて落ち着かれよ、と言ったそうだ。うわぁ、正論だけどものすごい腹立つ言い方ね。この一連の出来事を見ていた周りの人々は義明の冷静沈着さを称賛したそうだ。高虎も平静さを取り戻し、踏みとどまれたぜ。なんとか丸く収まったのね。高虎は不仲ではあったものの、一方で義明の政治手腕を高く評価している面もあったそうだ。その出来事の後、会津野が儲けが違法されるという時に三代将軍の徳川家光から会津を治めるようにと、高虎が打診されたことがあった。だが、高虎はこの申し出を拒み、家光に、会津は大野総鎮守でございます。守るのは加藤殿こそふさわしいでしょう、と進言した。義明を推薦したっていうこと？家光の耳にも義明と高虎の不仲は届いていたため、この進言を不思議に思ったようだ。なぜ仲違いしている義明を推薦するのかを高虎に尋ねたそうだぜ。それは聞きたくもなるわよね。高虎はなんて答えたのかしら？それはあくまで指示に過ぎませぬ。国のことを思えば加藤殿が適任と考えたまで、と、高虎は家光に答えたそうだぜ。高虎ってそんな大人な一面を持っていたのね。ちょっと意外だったけど、素敵だわ。この進言もあって義明は会津へ移ることになり、43万石の大名になったぜ。高虎のおかげでしっかり出世したのね。後々に義明は高虎が推薦していたことを知り、二人の関係は和解に至り、親しい仲になったそうだぜ。不仲だったとはいえ、なんだか素敵な関係の二人ね。次は第8位を紹介するぜ。第8位は暗黒寺衛慶と吉川広家だぜ。また知らない人たちだわ。暗黒寺衛慶というのは中国地方を支配していた戦国大名である毛利家の外交僧だった人物だ。有名な功績としては、信長の滅亡を予言や備中高松での羽柴秀吉との交渉役だったことがあるぜ。すごいことをしていた人なのね。この衛慶のことをよく思っていなかったのが吉川元春という人物だ。なんでよく思っていなかったのかしら？もともと衛慶は秋武田家に連なる武田信繁の息子だったそうだ。だが、父である信繁は金山城を毛利元就に落城された時に自刃してしまった。
まだ幼かった池井は、無事に城から逃げることができ暗黒寺で出家して、京都の東福寺で修行を積んだそうだ。その結果、池井は高僧にまでなり、毛利家に外交役として迎えられることになったんだぜ。毛利家ってお父さんの仇よね。外交役なんて本意じゃなかったんじゃないかしら。そうかもしれないな。毛利家は父を殺し、実家を滅亡にまで追いやった張本人なわけだから池井にとっては敵だからな。毛利家の家臣たちからも、武田の子である池井なんて信用できないという声が高まっていた。そういった声の一番手だったのが元春だぜ。そうだったのね。しかも池井は秀吉に大名格も与えられるほど厚い待遇を受けていた人物だった。その事実が大名になるために関白に取り入ったという捉え方につながり、坊主らしくない振る舞いだと、ますます元春からは嫌われてしまう。なんとなく気持ちはわかる気もするわね。後に元春は亡くなってしまったが、元春の息子である吉川広家が池井のことを元春以上に嫌いになっていった。何かあったのかしら？毛利家の領地配分がその理由だぜ。秀吉は自分が亡くなる直前になると、当主である毛利輝元に対し、甥の秀元と広家に領地を与えるよう、命じていたんだ。ところが、輝元にはまだ生まれて間もない実子である秀成という子供がいた。輝元は甥に領土を分配することをためらい、武勇である石田三成に泣きついたそうだ。秀吉の命令でも、やっぱり実の子に渡したかったのね。三成は後々に反徳川の総帥として輝元を据えるという願望を持っていたので、輝元の機嫌をここで、取っておくのもメリットがあると考えた。だから秀吉の最後の命令に背いてまで輝元の願いを聞き入れることにしたんだぜ。なるほどね。だが、広家はこのことに猛反対し、輝元に抗議しようと息巻いていた。そこを池井がもはや決まったこと。これ以上立てつけば、謀反と同じことになりましょう。と、やや強い言葉を使って広家の行動を抑え込んだ。確かに謀反になったら大変だものね。このことで広家は池井への憎しみが強まってしまう。これが毛利家の行く末を左右することにもつながっていったんだぜ。何が起こってしまうのかしら。輝元は関ヶ原の戦いが始まる直前になると、大阪城へ意気揚々と乗り込んできた。これは池井の差し金だとされているが、実際のところ事実はかなり違うんだぜ。どういうこと？ご奉行たちによる家康弾劾の書状が発されると広島から大阪城へ入ったそうだ。それにかかった時間はわずか2日だったという。2日で広島から大阪まで？それは当時では驚異的なスピードよね。そうだな。毛利領を拡大することが目的だったから、家康と真っ向から戦うつもりはなかったんだ。黒田長政と兼てからつながりのあった広家の作戦により、毛利軍は肝心の戦いでは動かなかった。結果、西軍は壊滅してしまい戦いは家康の大勝利となったぜ。それじゃあ立場が危うくなるんじゃないのかしら？毛利家を救う手段ももちろん考えていたんだ。西軍に着いたのは輝元が自らの意思で決めたのではなくあくまで池井にそそのかされたと主張したそうだ。これによりこの一件の全責任を池井に押し付けることに見事成功した。なんだか嫌なやり方ね。池井はどうなっちゃったの？この件にはほとんど関与していなかった池井は罪を着せられたまま斬首になったぜ。ひどい話だわ。まんまと広家の思うままになっちゃったのね。いや、家康はこの広家の姑息な策略をしっかり見破っていたんだ。毛利家は難癖をつけられ、領地を大量に削られてしまったんだぜ。さすが家康ね。戦国時代の武将で犬猿の仲といえば、誰もが思い浮かべるのは武田信玄と上杉謙信の組み合わせだな。確かに同じ相手に5度も戦ったけど結局決着がつくことはなかったって言われているもんね。その通り、両者とも多くの戦死者を出しながらも、目的が達成されたり和睦の仲介が入ったりすると、一旦戦を終わらせていたという噂もあるぜ。そもそも、なんで戦ってたの？お互い嫌いだったから？いや、単なる嫌いという感情だけではないぜ。信玄は勢力を拡大するために謙信の領土に侵攻し、それに対して謙信が応戦していたんだ。そんな経緯から彼らは、ほぼ同じ場所で12年間にわたって5度も戦ってたんだぜ。12年間も？やばすぎる。信玄は自分の親や同盟関係にも裏切りの野心を抱く人物だったが、一方の謙信は義を重んじる正義感だった。そのため、謙信は信玄を嫌っていたのではないかとも言われているが、それは推測でしかない。なるほど、実際、信玄は謙信を非常に深く信頼したって話もあるもんね。うむ、武田信玄が亡くなる際、彼の遺言には息子の勝頼は上杉謙信と和解するように、という言葉があった。信玄は謙信を頼ることはしなかったが、謙信が男らしい武将であるため、約束を破ることは、ないだろうと信じていたんだぜ。和解することはなかったが、勝頼は謙信を尊敬し、頼りにするべきと信じられているんだ。そんな深い話があったんだね。
謙信は甲陽軍官という軍学書において、武田氏の戦略と戦術を評価されるほど、優れた人物であるとされているんだぜ。信玄の死を知った時も謙信は大変悲しみ、彼の死を嘆き家臣たちに娯楽を禁じ、涙を流したらしいぜ。信玄と謙信は生前は敵対関係だったけど、数々の戦いを通じてお互いを尊敬し、生き抜くために共に戦う戦友となっていたんだね。命がけの戦国の領域戦った二人には、直接親密なコミュニケーションを取らなくても、人間としての本質を察することができたんだろうな。とはいえもし戦をせず、お互いが戦国大名でなかったらそこまで深く理解し合うことは不可能だろう。この二人の組み合わせは、もし生まれ変わってどんな形で出会っても、命がけで向き合うような状況にならない限り、結局犬猿の仲と言われるような間柄になってしまうんだね。次は織田信孝と豊臣秀吉の犬猿の仲について見ていくぜ。幼い頃、一時的に養子に出されたが、成人して織田家に戻ると、長島一行一揆など信長との、数々の合戦に参加し、信長から与えられた領地を優れた才能で支配するんだぜ。つまり、豊臣秀吉にとって信長の忘れがたみってことね。でもどうして、息子の信孝と秀吉が犬猿の仲になったの？本来なら秀吉は信孝を支持して織田政権を維持するべきだったんだぜ。でも、秀吉自身が天下人になるために信長の血を引く人物が必要だったが、優れた人材は、逆に邪魔になってしまった。優れていれば良いってわけでもなかったんだね。天正10年1582年6月27日に開催された織田家の後継者を決める清洲会議で、信孝を信長の後継者に推薦した柴田勝家。だがそれに対して、信孝にはまだ幼い三宝氏の貢献をお願いした方がいいと言い、信長の後継者候補から外し、三宝氏の貢献役にしたんだぜ。うわぁ、それは最悪だ。それだけでなく秀吉は、主家である織田家を差し置いて天下を取ったかのように振る舞い始めたんだ。それは腹が立つね。信孝は、秀吉に対して猿目が何様のつもりじゃという反感を抱くようになった。彼は柴田勝家と手を結び、秀吉に対抗しようとするんだぜ。怒るのは当然だね当然だね。なるほど、仲間を作ったのか。しかし信孝の行動を見逃さず、秀吉は勝家が積雪で動けない隙をついて岐阜城を攻め、包囲したんだ。信孝は仕方なく秀吉の要求に従い、三宝氏を渡し、さらに自分の母や娘までも秀吉に差し出さなければ、ならなかった。恐るべし、秀吉だね。信孝と勝家は秀吉を天下人と認めることはなかったんだぜ。確か、天正11年1583年に勝家と秀吉は賤ヶ岳で激突するんだよね。その時、信孝はどっちの味方だったの？もちろん、信孝は勝家の味方として岐阜城で反秀吉の兵を挙げたんだぜ。信孝にとっては、たとえ人質だとしても、我が母は側室とはいえ主君の妻だった女子、そしてわしの娘は主君の孫、まさか殺されることはないだろう、と考えた結果、兵を起こしたのかもしれないね。でも信孝の予測は、今や天下人を目指す秀吉に対してあまりにも甘かった。え、まさか、そのまさかだぜ。秀吉は主君の妻と彦姫を貼り付けにして処刑してしまったという驚くべき出来事が起こったんだ。さらに信孝は、信孝と対立していた兄の信勝によって岐阜城を包囲され、勝家も敗北して自害したんだぜ。信孝はどれほど悔しくても、秀吉をどれほど憎んでも、何もすることができなかったんだね。それにしても、秀吉、サイコパスすぎない？信孝は自害の際、腹を切って蝶を引きずり出し、床の間の掛け軸に投げつけたと言われているんだ。それほど、秀吉への深い恨みと憎しみがあったんだよ、きっと。次は、立花宗茂と田中義政だぜ。確か、立花宗茂は、戦国時代や戦国武将が好きな人には非常に有名で人気のある戦国大名だよね。早く聞きたい。立花宗茂は、彼は文武両道で、戦術に長けているだけでなく、義に厚く上杉謙信のような存在だったんだ。豊臣秀吉からも東は本多忠勝、西は立花宗茂、東西一対天下無双の武士と称されたほどだぜ。へえ、秀吉のお気に入りだったんだね。関ヶ原の戦いで西軍について敗北し、領地を奪われた後は流浪の身となるが、その最中に徳川家康から息子秀忠のおとぎ衆になってくれとスカウトされたんだぜ。何それ、人気者じゃん。流浪中は食べるものにも困り、家臣たちが竹細工の職人の元で修行したり、物乞いをして宗茂を養っていた。という噂もある。また、関ヶ原の戦いの敗北後、九州へ落ち延びる途中で宗茂は島津軍と出会ったが、彼は仇討ちなどせずに、九州に一緒に帰ろうと伝えたと言われているんだぜ。そうなんだ、でもそんな人でも嫌われたりするの？なんで犬猿の仲になったんだろう？嫌われたというより、宗茂が嫌いだったと言った方が正解かもしれないな。どういうこと？
宗茂のような優れた人柄を持つ彼が、どうしても許せないと嫌いになった武将がいたんだ。まさか、それが田中義政だったの？うむ、義政は近江出身の武将で、近江八幡や柳川の水郷を築いたことでも知られているが、彼は石田三成とも親しい間柄だったと言われているんだぜ。なるほど。宗茂のように目覚ましい武功を立てて出世するタイプではなかったが、与えられた任務を真面目に果たし、確実に主君や仲間から信頼を得ていくタイプの武将だったんだ。じゃあ、真面目だったんだね。でもどうしてそんな誠実な人柄の義政を、同じく優れた人格の宗茂は嫌いだったの？実は二人は関ヶ原の戦い以降、旧柳川城主と新柳川城主という立場になったという因縁があるんだぜ。つまり、関ヶ原の戦いで負け、領地を取り上げられた旧柳川城主が立花宗茂、その領地を与えられて、新柳川城主となったのが田中義政ということだな。だが、戦に負けて自分の領地を田中に取られた、と宗茂が憤って義政を嫌ったわけではないんだ。じゃあ、何がきっかけだったの？宗茂が義政を許しがたいと憎み嫌ったのは、関ヶ原の戦いで石田三成を捕らえ、徳川家康に、突き出したことが高く評価され、その褒章として柳川城主となったからだ。いわゆる、嫉妬ってやつ？それと近い感じだな。義政は関ヶ原の東軍の大勝利の後、逃亡していた三成が悔しがっているのを見て、家康に私は近江出身でこの地域の地理に詳しいです。石田治部の将の捕縛をお命じくださいと申し出たんだぜ。それは、三成を落ち武者のように惨めに殺すことはしたくないという思いからなのかな？うむ、そして義政は三成を捕縛し、縄を解いて命を助けるよう徳川に伝えるといい、安心させ、三成から武具や財産の隠し場所を聞き出したんだ。それで、本当に助かったの？まさか、安心させるための嘘だったんじゃ。その通り、それは義政の策略であり、場所を聞き出した後、義政は三成を家康の前に、突き出したんだぜ。性格悪すぎだね。その出来事から20年の月日が流れ、義政が没した後、後継ぎの男子に恵まれなかった田中家は、取り潰しとなったんだ。男の子が生まれなくて、後継ぎができなかったんだね。そして、新たな柳川城主になったのは、かつての柳川城主であった立花宗茂だったんだ。関ヶ原の戦い直後、義政の行動に宗茂はとても怒り、田中家に仕えていた家臣たちを柳川の領地から追い出し、領内に住むことすら許さず、立花家に仕官させることもなかった。激怒の上を言ったんだね。田中家に記録があったらしいけど、それには何て書いてあったの？宗茂が柳川を出て加藤清正の元で客商として暮らしていた時、丘陵地の商屋たちが宗茂や宗茂の妻の銀千代に米や金銭を送っていたという罪で、義政はこれらの商屋たちを捕らえ、斬死したり貼り付けにしたりしていた。ということが書いてあったそうだぜ。じゃあ、その出来事も宗茂が田中家に対して強い嫌悪を抱く理由の一つだったのかもしれないね。次は、仙台藩の初代藩主である伊達政宗と、徳川家康に律儀すぎると言われた佐竹義信だぜ。確か、伊達政宗は戦国時代の武将で、現在の山形県にあたる出羽の国と、宮城県と福島県にあたる陸奥の国を治めた人だよね。その通りだ。政宗は1567年に出羽の国米沢城で生まれ、17歳で伊達家の家督を継ぎ、2年後には南欧州を支配したんだぜ。ってことは、19歳で支配したってこと？そんな若い子にそんな力があるだなんて。一方、佐竹義信は戦国大名で、現在の茨城県にあたる日立の国の領主だった。彼は元亀元年1570年に日立の国の太田城で佐竹義重の嫡男として生まれたんだぜ。政宗の祖父の娘である義信の母とは実の系米の関係にあり、義信は政宗から3歳年下のいとこ。ってことになるね。だな、伊達家は代々欧州短大として欧州で最も力を持つ家系であり、佐竹家も名家であり源氏の血筋を引いているんだ。両家が政略結婚で結ばれたことから、互いに協力し合えば東日本の勢力を一つにまとめ、政宗の野望である天下統一も実現する可能性があったのかもしれないな。だけど、伊達家と佐竹家は隣接する国の領主同士なんじゃないの？仲が良かったわけではないけれど、いとこ同士だったため、お互いの国のことを警戒し合って、チャンスがあれば領土を奪い合おうとした緊張感のある関係だったんだ。なるほどね、それは気を抜けられないね。そして、天正18年1590年の春、緊迫した状況になった。何が起こったの？豊臣秀吉が小田原北条攻めの命令を出したんだぜ。佐竹氏は今は伊達と戦う時ではないと思い、伊達との戦の続行を断念し、兵士3000人を率いて小田原へ向かった。彼の迅速な対応が秀吉に評価され、佐竹氏は日立の国の支配者の地位を保証されたんだぜ。佐竹氏の対応が良かったってことだね。
その時、政宗はどう行動したのかな？政宗は遅れてやってきたために総武事令を破ってしまった。そのため、領土を削られてしまったんだ。そっか、政宗にしてみれば、佐竹の野郎うまくやりやがってと妬ましく思ったかもしれないね。いずれにせよ、政宗の方はとにかく佐竹が気に食わなかったようだがな。もしかして他にも、妬むくらいの出来事があったの？うむ、ある時、秀吉が伏見にいた時に、興味深い出来事が起こったんだ。え、どんなこと？気になるなぁ。秀吉は城内に新しい屋敷を建て、その屋敷の四隅にすき家を配置したんだぜ。そして、各茶室で諸大名にお茶を振る舞うというイベントを企画したんだ。あ、知ってる。茶の席では客をもてなす人を主人とも言うんだよね。そこでは秀吉自身、徳川家康、前田利家、そして伊達政宗が主人を務めたんだぜ。たくさんの茶室があり、多くの大名を招待していたため場所はくじで決められ、どの茶室に誰が招かれるかは、主人たちにも直前まで知らされなかった。うわぁ、それはドキドキだね。誰が、どんな人に当たったんだろう？政宗がくじで当たったすき家には、浅野長政、加藤清正、上杉景勝、そして佐竹義信がいたそうだぜ。そのメンバーってよかったの？いや、政宗の嫌いなメンバーだったんだぜ。え、なんかかわいそうだね。でも、17歳の若さで奥州を平定した政宗は、嫌いな人たちを見てもおとなしくおもてなしする。気にはならなかった。だよね、私でもその場から逃げ出したくなるわ。そこで、政宗はせっかくのお茶会だからと、どうしたら、楽しめるか考えたんだ。そこで思いついたのが、後で話題になるようないたずらをしてやろうということだった。やっぱり、17歳ね。その頃は、子供らしく、やんちゃじゃなくっちゃ。それでどんないたずらを実践したの？それなんだが、突然のことで、思いつかなかったんだ。なんだそれ。でも、それで終わりじゃないぜ。政宗は、徳川幕府三代将軍の家光を料理でもてなすほどの腕前の料理人だったんだ。ある日、彼は招待客をもてなすための料理を作っている台所で、料理人がつまみ菜の吸い物を作っているのを、目の当たりにした。これはいいなと政宗は満足げに笑ったんだぜ。まさか、料理に何か入れたの？料理が置かれた瞬間に次の料理が運ばれてきたから、4人は慌てて汁をすすったんだ。すると、一口飲むやいなや、彼らの唇は熱さで真っ赤に腫れ上がってしまったんだぜ。さっきまでグツグツに煮えたっていた汁を一気に飲ませたんだね。痛そう、次の料理も食べれないじゃん。うむ、その時、政宗は恥をかかせたことに満足し心の中でも大爆笑していたそうだ。それより、豊臣秀吉の反応は、どうだったの？お茶の会を台無しにして怒ってたんじゃないかしら？豊臣秀吉は、むしろお笑いしていたそうだぜ。そうだったんだ、ならよかった。次は、室町幕府最後の将軍となった足利義昭と織田信長だぜ。詳しく聞かせて。この二人の関係は最初はとても良好で、お互いの利益が一致していたんだぜ。実際、義昭は信長を我が父と呼ぶほどだったんだ。本当のお父さんのように慕ってたんだね。しかし、将軍になった義昭と信長の思惑は違っていた。義昭は室町幕府の威信を取り戻すという理想を持ち、将軍になったことを誇りに思っていたんだ。一方、信長は義昭に対して主君として仕える気持ちは持っておらず、ただ自分の勢力を拡大するために、将軍の権限を利用したかったんだぜ。やっぱり、人って環境とか身分が変わったら、考えも価値も変わるもんね。それで、信長は義昭に口を出さないで欲しかったはずなのだが、義昭は将軍の立場を利用して、信長の戦に干渉し、和睦を促したんだ。二人ともどんどん、変わっていったのね。信長にとっては有利な結果だったが、その後の義昭はますます尊大な態度を取るようになる。信長は義昭を牽制し、自分の立場を明確にするための策を講じるんだぜ。彼は義昭に対して殿中御掟を示し、諸大名に対しては信長触れ書きを示したんだ。殿中御掟は最初は16箇条だったが、義昭がそれを守らなかったため、さらに5条加わり、合計21もの掟を将軍である義昭に突きつけたんだぜ。それで将軍の権限や政治的判断は奪われたのか。でも、最近の研究では、義昭もこの殿中御掟に同意していた可能性があるとも言われているよね。うむ、だからこの掟が直接二人が犬猿の仲になってしまった原因ではないんだぜ。しかも公方様はこの信長がいなければ何もできぬ方と世間にアピールするために信長はこの殿中御掟を、義昭にだけでなく、広く世間に公開したらしい。なるほど、でもこんなに協力し合ってたのに、何がきっかけで仲が悪くなったの？うむ、それが17箇条の意見書だ。義昭は信長の許可なしに大名に手紙を送ったり、市場に基づいた人事や待遇を行ったりしていたんだ。義昭の人格を否定する内容であり、再びその文書を公開して義昭を貶めることとなった。
うわぁ、信長ショックだっただろうな。信長はやられっぱなしだったの？信長は義明に対して敵意を抱かせるように刺激し、世間に対しては、こんな愚かな将軍を崇め続けても仕方がない、無能な将軍はいらないと思わせるように仕向けたんだぜ。そしてついに元亀4年1573年2月、義明は信長を倒すために軍を起こしたんだ。しかし、義明が頼りにしていた武田信玄は上洛途中で病死し、義明は信長の軍勢にあっけなく敗れ、京都から追放されたんだぜ。そうなると室町幕府は事実上滅亡したってことだよね。その通りだ。だが、義明の信長への憎しみと足利幕府再興への熱意は収まることなく、足利将軍として諸大名に協力を要請し続けた。信長が本能寺で明智光秀に撃たれた後も、6年間もの間、義明は征夷大将軍の肩書きを、手放すことはなかったそうだ。義明にとって、足利幕府の将軍という立場は非常に重要なものだったのかも。もし義明が信長の意のままに動くか以来の将軍となっていれば、信長との対立を避け、京都から、追放されることもなく、義明の望んだ通り、足利幕府はより長く存続することが、できたかもしれないよね。そうだな。続いて第2位の発表だぜ。第2位は吉良千景と久武千直という二人の人物だ。どんな人たちだったのかしら？二人は長宗我部家の家臣だったんだ。土佐の戦国大名である長宗我部元親の家臣に久武親信という優秀な家臣がついていた。親信は武勇も器量も兼ね揃えた、まさに二刀流の人物で、伊予方面の司令官を任せられて活躍していたそうだ。力のある家臣だったのね。信頼のおける家臣だったに違いないぜ。そんな親信の弟が今回紹介する人物の一人である親直なのだが、その弟について親信は主君である元親に、以前から進言していたことがあった。何かしら？我が弟は腹黒い性格ゆえ、もし私が死んでも決してお取り立てなさいませんようにということだ。え、実の兄から見ても腹黒いなんて、相当ね。合戦の中で親信は討ち死にしてしまうのだが、その後、親信がかねてから警告していたにも、かかわらず元親は弟である親直に久武家の家督を継がせてしまったんだ。あんなに言われていたのに、大丈夫なのかしら。長宗我部家はその後に豊臣政権の傘下に入ったのだが、ここで元親が激しくショックを受ける出来事が起きた。なんと、へつぎ川の戦いで嫡男である信親が討ち死にしてしまったんだ。信親の将来にとても期待していた元親はひどく落ち込んでしまったそうだ。そんなに優秀な人だったの？武勇もある上に家臣からの人望も厚いような人物で、周りにいた多くの家臣はとても悲しみ、家中は、この悲しい知らせを受けて失意のどん底に落ちてしまったそうだ。相当愛されている人だったのね。そんなことが起きている最中に、秀吉の命で大仏殿の建立を手伝うことが決まり、木材搬出の責任者を、近直が務めることになった。その現場に出向いた人物が吉良千景だ。ここで登場するのね。近直はちょっと問題ありの人だったのよね。責任者なんて務めて大丈夫だったのかしら？なかなか傲慢な人物だったそうだぜ。宿老である近真が声をかけても一礼するどころか振り向きすらしなかった。近真に対してだけではなく、普段から傲慢な態度を取るところがあったそうだ。確かにそれは随分失礼な態度ね。近真はその態度を見過ごすことはできず、振り向く気がないなら力ずくで振り向かせるまでだと言わんばかりに、手に持っていた弓を引き絞り、近直が被っていた傘を射抜いたそうだぜ。映画のワンシーンみたいね。実際やられたら相当ビビるわ。挑戦的な行動だよな。近直はこのことをきっかけに近真のことをものすごい嫌うようになったぜ。そうなるでしょうね。信親の後継ぎは誰になるか決まったのかしら？元親はそのことについては明言していなかったが、ある日ついに家臣を集めて発表したんだ。ついに決まるのね。そして、後目は千熊丸とする。と言い渡した。家臣たちは想像もしていなかったこの発言にとても驚いたそうだ。特に近真はもう反対したらしいぜ。近真の言い分は何だったの？千熊丸様は四男でございます。ここは徴用の女を生み出すべきではございません。香川家に入っている次男近和様が跡目を継ぐべきでございましょう。ましてや関白から主演状までいただいているのですぞ、というものだ。大反対してるわね。だが元近の決意は固く、近真の還元を聞き流していた。そしてしばらくすると、聞き入れないという意思を表しているかのようにその場を立ち去ってしまった。それでも納得のいかない近真は、とにかく説得しようと何度も元親に進言し続けていた。あまりのしつこさからか、ついには元親から距離を取られてしまったぜ。どうしても嫌だったのね。これを見てチャンスだと思ったのが近直だ。何をする気かしら？まだ信親を失ってしまったことへの失意から戻れていない元親に対して、大殿のご意向は誠にもっともなこと。しかし近真は捨ておけませぬ。
このままでは近和様をいただいて謀反に及ぶことは必定と吹き込んだそうだ。え？近真ってそんな感じだったの？陥れるために言っただけだろうな。目の敵にしている近真をこのチャンスに乗じて葬り、自分が代わりに宿老になろうとしたんだ。なるほどね。腹黒いやつね。この言葉に元近は惑わされてしまい、ついには反対派全体への切腹を命じてしまう。だいぶ過激なことを命じたわね。近真はこの命令を聞き、主君に誤りがあれば、諌めるが自分の責任である。しかし官悪の者が主君に、過ちを犯させ、今まさに忠臣を殺そうとしている。これでは主家の水運は火を見るよりも明らかである。と呟いたそうだ。なんだかバレてそうな言い方ね。近真は命令を受けたので亡くなってしまうが、その後城には怪奇現象が起きるようになった。怪奇現象ってどんな？火の玉が現れたり、首なしの武者が走り回るといったような現象だったそうだぜ。他にも今回の件の首謀者である近直にも次々と不幸が訪れた。短い期間の中で子供たちが次々と命を落としてしまい、それに発狂した妻までもが亡くなってしまったらしい。え、それってやっぱり近真の仕業なのかしら。当時はこの数々の現象は近真のたたりと思われ人々に恐れられていたそうだぜ。そんなに色々と続いたら、そうだったのかもしれないわよね。そうだな。それじゃあいよいよ第1位の発表だぜ。もう1位なのね。1位は誰の話なのかしら。第1位は細川忠興と黒田長政だぜ。細川家と黒田家といえば、豊臣の時代から江戸時代を生き抜いた家系だが、当主がこの細川忠興と黒田長政という血の気の多い二人だった時に、その後に続く遺恨が勃発した。一体何があったのかしら。1600年、慶長5年に黒田長政は東軍に味方してその勝利に貢献したとして築前52万石を与えられた。そして無事に栄転することになった。同じように東軍についていた細川忠興も勝利への貢献の褒美として長政の給料である、豊前39万石が与えられることになり、中津城へ入ることになったそうだ。二人とも報酬を得られたのね。だが、忠興は中津へ着くと衝撃を受けることになる。どうしたの？なんと年貢で納められるはずの米がなかったんだ。当時決められていた国替えの時のルールとして転出する大名は年貢を徴収しないとされていた。そして、その後の大名に米を残すことが習わしとなっていたんだ。じゃあ、本来は米があるのが当たり前だったのね。暗黙のルールを黒だけが破ったということね。その通りだぜ。これに困惑した忠興は、この事実は不当だとして徳川家康に直訴したが、家康としては、大名同士のいざこざには首を突っ込みたくないというのが本心だ。そこで、お互いに話し合って解決するようにと進言するだけで何もしなかったそうだぜ。助けてもらえなかったのね。引き下がるわけにもいかないので、忠興は黒田家に米の返還を要求した。だが、長政はその要求に対して知らぬ存ぜぬを貫いていた。嫌なやつね。どうしようもなくなった忠興は、言い分が聞き入れられないことを悟ると実力行使に出た。やっぱり話し合いでは済まなかったわけね。関門海峡に自分の配下にある水軍を置き、その近くを通る黒田の船を襲っては、年貢米を強奪するというのを繰り返した。この事態に周辺の諸大名は驚き、家康に二人の仲裁を依頼したそうだ。結局引きずり出されちゃったわね。結果的に長政がしぶしぶ残すはずだった米を分割して返していくことに決まり、この件は無事に一件落着となったそうだ。返してもらえたのは良かったけど、関係性はいかにも悪そうね。もちろん仲良くというわけにはいかず、この件は両家に大きな遺恨を残すことになったぜ。特に忠興の怒りは収まらず、細川家の人間には良いか？もし他家の者が無礼を働いても礼儀正しく振る舞え。正しく黒田家の者は別だ。礼儀正しく接する者は処罰する。と言い含めていたそうだ。相当怒っているわね。両家の関係性の悪さはどんどん悪化していった。後藤又兵衛という武勇で名の通った人物が黒田家にはいたのだが、長政とはうまくいっておらず、かねてから二人の関係性は良くなかった。あちこちに敵がいるのね。そんな又兵衛はついに我慢の限界に達し、出奔してしまい、浪人となってしまう。長政はこのことに怒り、諸大名に対して方向構えを出して士官になることを明らかに妨害した。方向構えって通位上よりも重たい追放刑だったのよね。優秀な人材だったのに残念ね。だが、それにもかかわらず又兵衛を迎えたのが忠興だ。長政に見せつけるかのように又兵衛の身柄を確保して、客商にまでしたそうだぜ。でも方向構えを出されていたのにそんなことして大丈夫なのかしら？もちろん長政は方向構えを無視されたことに腹を立てた。だが、この長政の主張を忠興は完全に無視したぜ。強気ね、忠興。こうして両家の関係は最悪になり、国境でお互いが軍勢を出して睨み合うような状況になった。いつ戦になってもおかしくない状況ね。
このピリピリした状況は幕府が仲介に入り、細川家を又兵衛が出ることで一旦は落ち着いた。だが、関係性が良くなることはなく、二人が亡くなった後も犬猿の仲は続いたぜ。ちなみに100年ほど経った頃には、両家は和解したそうだ。仲直りするのに100年もかかったのね。ということで、今回は犬猿の仲だった武将ランキングを紹介してきたぜ。霊夢、どうだった？なんだか人間味のある話が多かったわね。そうかもしれないな。武将が故に血の気の多い人物がやっぱり多いからな。ちょっとした喧嘩も歴史的な大事件になっちゃうのは戦国武将ならではね。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。